首キリギスはね、治水バッタとも言われるように口元が赤いんですよ。はい、皆さんこんばんは、ムシオカです。夜の森にやってきております。はい、というわけで夏の夜はね、よくこういう山とか森に行って昆虫採集するんですけれども、春の夜に来たことがなかったんですよね。まあでもこの季節にしか見れない虫って絶対いるんじゃないかなと思うので、ちょっと調べていきたいなと思います。でもツイッターとか見てたら、幼虫のコロギスとかももう出始めてるという話なので、ちょっとそういうのも一緒に探していけたらなと思っております。これはカミキリモドキの仲間かな。毒持ってるやつじゃないこれ。こうやって細かいところに目を凝らせば、ちっちゃい昆虫は山ほどいるから、きちんと追ったしていきましょう。お、これは初夏に大量発生するキアシドクガちゃんじゃないのかな。あら、顔も可愛いし、そして足の黄色も可愛いね。クシクシヒゲがついてるからオスですね、これは。ちっちゃいガーはね、いっぱい飛んでんねんな。実はね、さっきからいろいろと虫が鳴いておりますけれども、虫とかが今日出会いたい虫、コロギスの他にもう一匹います。こうやって首キリギスと同じように春にこうやってジーって鳴く虫です。渋色カヤキリと呼ばれるキリギリスがいるんですね。ちょっとそいつを探してみたいんですよね。これはどっちやろう。鋭いから首キリっぽいけどな。残念。なんだてめえは。アブの仲間やな。お、この足は七節がいましたね。かわいいね。今年どっかのタイミングで七節育ったいねんけどな。ちょっとこいつは一旦リリースしましょう。ちょっとみんな、これを見つけた俺を褒めて。ショーが休んでます。これなんだろう。おった、お昼に飛び回る蝶はこうやって、夜は木の枝とか葉っぱに止まって休んでるんですね。ちょっと待って、あのビー、なんか音が違う気がする。なんか首切りぎすほど鋭くないぞ。渋色カヤキリだ。やったー、見れた。こちら渋色カヤキリです。やった、初めて見た。結構ね、頭も尖ってるし、こういう形やから首キリギスに間違えられがちなんですよね。実は鳴き声も少し違っててですね。そして何より口脚が短いんですね。そしてほら、
顔の色が全然違うんですよ。クビキリギスはね、治水バッタとも言われるように口元が赤いんですよ。でもシブイロカヤキリはこのように口元が黒と黄色で、顔も黒っぽいんですよね。こいつもクビキリギスと一緒で成虫越冬なんですよね。成虫のまま寒い冬を越えます。ただクビキリギスよりも若干シーズンが短いらしいんですよね。クビキリギスの方が夏の初めぐらいまで元気に鳴いていくんですよね。いや、渋色カヤキリ折ったできたのは大きいですね。さあ、じゃあもうちょっとだけ探してみましょう。おや、クロコガネかな。クロコガネっぽいですね。なんか紙切りが飛んでんだよな。ほら、何カミキリか分からんけど、ここにいるの分かるでしょう。ここにもいるんよな。あ、飛んだ。降りてこい。いましたいました。でも暇だらかな。折った済みのやつですね。くそ、折った済みのやつやったか。折った。さて、まあいろいろ探してきたがコロギスはいないな。まあいろんな昆虫に出会えたし、コロギスは諦めるか。お、上海盆じゃねえか。上海盆折った。折った。いや、こんなん探してたらキリないわ。終わろう。はい、というわけで本日はこの辺にしたいなと思います。ちょっとコロギスは見つけられませんでしたけれども、今日のターゲットである渋色カヤキリには出会えましたので、春の夜の昆虫採集ひとまずは成功という感じでいいんじゃないでしょうか。いや、本当にね、ずっと探してたらキリないぐらい昆虫はいましたので、今日はこの辺にしましたけれども、去年のこの季節、緊急事態宣言の中で採集ができてなかったので、ちょっと去年見れなかった種類とかも今年皆さんに見ていただけたらなと思って、いろいろとまた出かけようかなと思います。この動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。虫岡でした。バイバイ。